まあ、あんまり個人がどうこう特定されるべきものではないと思いますし、実は私公文書公開請求でですね、この評価の表一覧表については入手しております。入手しておりますが、皆さんの評価は真っ黒です。ですからどなたに何がついてるのか分かりません。分かりませんがね、分かりませんが、職員の皆さんの中では情報共有されてるんですね。これどの程度情報共有されてるんですか。中島総務部長。総務部長でございます。1回目の答弁でもお答えしましたけれども、公平公正で透明性の高い、制度運用、こういうものを図るためには現在部長級の職員には部長級と次長級の職員全員の分、それから次長級職員には次長級職員全員の分の評価結果を通知しております。そういう状況にございます。辻元議員。では、まあ、職員の皆さんの中では、まあ、一部の方の中ではですね、誰が、どういう評価、誰が A で誰が B でとかですね、誰が C かというのは分かっとると思うんですね。これは建前上ですよ。ただね、本来本場の話をしますとですね、もうそれ以外のところもみんな知ってるわけなんですよ。かなりたくさんの方が誰にどういう評価がついてるかっていうのは知ってるんですね。なんでやと思います。これね、不満があるからなんですよ。納得してないからなんですよ。納得してないから、誰になんであの人 A なの、なんでこの人 C なのっていうことになるわけなんですね。だからそれをやると、先ほどまで私が言いましたように、職員の皆さんの全体のモチベーションがこんなに上がるんかいなということになりますし、こう職員の皆さんの目がね、市民の方に向かずにどっか別のところに向いて仕事することになっちゃうんじゃないですかというふうに思うんですが、この人事評価制度についてね、市長どう思います。これいいものやと思いますか。これ泉市長。はい、辻元議員からの再度の質問です。人が人を評価するというのは本当に極めて難しいことであって、本当に悩ましいテーマだと思います。まあ、そういった中で国の動向も踏まえまして、明石市でも、まあ、いろいろ今試行錯誤している最中でありまして、まあ、いろんなご意見受けながらですね、できるだけ多くの皆さんに納得にいられるようなものにしていきたいと思っております。最も私としては一番重要なのは職員の納得もであります。やっぱり市民の納得でありまして、私も含めて私たちの市の職員の給料は市民の税金でありますので、市民の皆さんに納得のいただけるような仕事をしていくということだと思っております。先ほど来質問がありますが、私としては部長級全員が頑張っている評価を得ればいいのであって、相対評価ではなくて、みんなが頑張って市民から頑張っているという評価も受けてですね、しっかりと高い評価を全員が取っていけばいいというのが私の考えであります。